きょう開会した別府市議会では、総額614億円に上る新年度一般会計当初予算案など49議案が上程され、長野市長が提案理由を説明しました。公共交通の課題解決が進展しない状況の中、市民や観光客の移動手段を確保するため、ライドシェアの導入を実施します。予算案には、ライドシェアを導入し、6月から市の南部地域で実証運行するための費用として、およそ5400万円が計上されています。この事業では、10人ほどが乗れるワゴン車を市が購入し、民間事業者に運行を委託した上で、契約したドライバーが地区を巡回する案で検討が進んでいます。当初予算案は来月25日に採決が行われます。